カナデルのブランドキャラクターをやらせていただきます吉瀬美智子です。今日はよろしくお願いいたします。お二人揃って丸ですね。めんどくさいよね。先生、自分が男だったら嫌だなって思います。私は吉瀬さんはどんなところがめんどくさいなと思われてるんですか？私も本当に今言ったアリスさんと同じで、男の人が私見たと本当めんどくさいだろうなと思って、もう付き合いたくないかななんか暑いんですけど今私具体的に、いや、なんか男っぽいし、なんかなんていうんですかね、めんどくさい女って言われたからかなごめんなさい、ちょっとあまりこう深掘りできないんですけど、まあ、そういうふうに言われた経験が終わりかもしれないですね。お美しいですもう大人な感じが本当にセクシーですし、お声も吉瀬さんの声だと思いながら打ち合わせしながら聞いてましたし、もうとにかくお綺麗で、ずっとさっきから実はチラ見してました。はい、盗み見ですかね、すいませんありがとうございます。いや、常にこういうお仕事をしてるとプレッシャーとかストレスとかこう重圧がいっぱいのしかかってくることがもうまさにそうです ね, ね多いんですよね。常に感じてるかもしれないです。入浴したり、本当にこう美味しいものを食べたり、お酒を飲んだりでしょうかね。気分転換、はい。子供とのハグとかしか思いつかなくて、毎日必ずって言ったらあんまり決め事が得意ではないので、必ずはそれかしら。お子さんとハグ、はい、もうなんかそれだけで癒されますね。そうですね、はい、なんか私は常に恋愛で仕事モードの方が強い気がして、そうですね、なんか年齢的なものもあるかもしれないんですけど、やっぱりそっちのモードに入りましたかね、はい、ここからはもうじゃあ仕事モードで頑張っていこうと、はい、いうことですかね、はいはい。女優さんっていろいろやることもね、お家でやることも多いので、はい、なるべく美容系も本当は肌とかも維持しなければいけないんですけど、時短で綺麗になるっていうのが一番本当に望むものですかね、はい。おりますか、大丈夫ですか？あ、じゃあそれの女性の方からいきましょう。はい、ありがとうございます。